It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff.またコストコで新しいマフィン出たんで買ってきました、はい、こちらのフレンチトーストマフィン買ってきました。で、まあ、見た目はちょっと行こう、はい、見た目はこういう感じでアールグレイマフィンにちょっと似てますね。ただこのこういうところにシナモンチップスっていうのがこういうボツボツのところに練り込まれておりまして、香りはすごいキャラメルっぽい甘い香りがします。はい、まあ食べますか。はい、よし、はい、じゃあちょっと切ってみたいと思います。このペリペリを剥がして、ほう、はい、断面こんな感じで生地全体にシナモンチップスがこう練り込まれているようになっております。うん、おいしい、おいしい。買う前に商品ラベル見てて、シナモンが入ってるっていうのは知ってたんで、まあどんぐらいのシナモンなのかなと思ってたんですけど、まあ、全然大丈夫ですね。ただ前紹介したパンプキンマフィンよりもやっぱ強め、シナモン感でいうと、うん、まあこのマフィンの特徴としてはやっぱ香りと、あとやっぱ生地自体がすごい甘いです。上のグレーズのこのカリカリの、このカリカリの部分、これも甘いし、まあチョコのマフィンよりもこう食べた後の口の中に甘さが残る感じっていうのはこっちの方が強いんで、うん、甘党の人は好きだと思います。うん、で何個か前に、このマフィンに合う付け合わせクリームの作り方っていう動画を出したんですけど、そのクリームが合うのかこのマフィンにちょっと試してみたいと思います。クリームをつけるとこんな感じになります。うん、やっぱクリームと一緒に食べると食べやすいですね。うん、ちょっと手間ですけど、まあ3分ぐらいで仕込めるので、うん、うまい。ごちそうさまでした。はい、マフィンの生地自体にすごい甘さがあるんで、もし付け合わせクリームを作る場合は砂糖の量半分にしてもいいぐらい、それでバランスちょうど良くなるなって感じだったんで、ぜひ気になった方はお試しください。はい、ということで今回の動画は以上になります。もしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは。
ぜひブラックコーヒーと一緒に食べてみてください。